ボーートレース下関ボートレースチケットショップ山口アディスオープン13周年記念1つ目の準優勝戦第9レース開始を迎えます本番も4号手赤岩義雄コース取いう動きを見せそして本番も2号手柳生泰治はどうやら入れてという作戦待機行動さあ本番はさらに深くならないようにという1号手上野慎之介人気の院線1コース そして2コース、4号艇赤岩吉雄ただそのうちに2号艇の柳生大治が2コースにこれ入ってくるかという形になります4号艇赤岩は,は中段の3コースを花から取りに行ったのかというどうやら赤岩2コースよりも中段の3コースを取りにというそんなイメージになりそうです。 4コースカド、3号艇高田晃5コース5号艇森永順二大外6コース6号艇柴田浩二赤いがここは少し駆け引きをコース取りから見せながらというところで3対3第9レース1つ目の準優勝戦今はほとんど風なくインコースから1番、2番、4番3番、5番、6番スタートしていきました。 ばらけたスリットですが、一号艇上野は先行態勢をとっています。さあ、一号艇上野が先に回る二号艇野生がさして、外は四号艇赤岩。あとは五番、三番、六番が相次いで旋回ですが、一号艇上野逃げています。二番手二号艇野生、さあ、二人やや抜け出して。三番手四号艇赤岩に対して、五号艇森永六号艇柴田と接近で、最高峰に三号艇高田。スタートは全艇正常でした。二番手ぐいっと五号艇森永に対して、二号艇野生ここは冷静にさばいて、取り返します。三番手五号艇の森。 リンナーが上位3点125一点審査の4番手4号艇赤岩でレースは2周目です。 3番手5号艇、森永対してうち4号艇、赤岩ですが外から5号艇、森永3番手優勢の2周1マーク1号艇、上野トップ2番手、2号艇、柳3番手、4号艇、赤岩くるっと運ぶ5号艇の森永勢いをつけてかわして3番手は取り返します上位3艇1、2、5、1番、2番、5番です2艇審査の4番手に4号艇、赤岩離れて5番手、6号艇、柴田最高峰、3号艇、高田1、2、5で2周2マーク1号艇、上野がトップで旋回です2番手、2号艇、柳 3番手5号艇の森永上位3艇は1,2,5 1番2番5番のままでレースはこれより最終周回へと入ってまいります1号艇上のきっちりスリット先行体制から逃げてという形そして本番は2コースから2号艇野球順走の形で最終1マーク3番手5号艇森永が 最後の向こう正面少し膨れてちょっとロスがあったその間4号艇赤岩直線接近を図ろうとしておりますさあ3番手5号艇森永少しバタついた関係で4号艇赤岩がトライに行く最終ターンマーク3番手分からなくなったさあ4号艇赤岩が先に回るから5号艇森永待っての差しで3番手取り返しに行きますがわずかに3番手5号艇森永取り返したかどうやら1251着1番ゴール2着2番ゴール3着は 5番、ゴーリンあとは4番、6番3番の順でゴーリン対戦メンバー1号央手小坂直也2号手中越博広3号手平高奈4号手ウルター翔平5号手日田悠志 六号艇石川亮以上六名です。一二三四五六。枠なりです。人気一号艇小坂直也一コース。相手として注目は隣二コース二号艇中越博樹。三コース二三号艇平高奈々。四コースは四号艇古田翔平。そして五コース五号艇日田雄志。 地元6号艇石川亮が6コースさあ地元の石川大外枠ではありますがどんな戦いを見せるかという準優勝戦ダッシュ3艇後方で4コースかのに4号艇のウルタです枠なり3対32つ目の準優勝戦は第10レーススリット付近は追い風です旗がわずかに追い風それほど強くはありませんが はっきりと旗は追い風なびいてちょっと今直前では風が出てきたかという状況です第10レースの準優勝戦新入、インコースから1番、2番、3番4番、5番、6番ですスタートしてきました2コース、2号手中越へこむ展開4コース、4号手ウルタがさあ伸ばしていく3号手、平高抵抗ただ4号手、ウルタがそれでもまくりにいってまくり切ったか4号手、ウルタあとは3号手、平高うまく立ち回ってという突破争いですが4号手の ここはウルタがそれでも抑えて2番手3号艇平田が3番手は5号艇の新田わずかに優勢外1番内2番最高方6番スタートは前手正常でした4号艇ウルタトップ2番手3号艇平田が5号艇の新田に対して外から1号艇の小坂上位3艇これで4314番3番1番レースは2周目4号艇ウルタ2艇さんの3番手に1号艇小坂です4号艇のウルタがトップで向かいます 2番手は3号艇の平高で2周1マーク3番手が1号艇の小坂上位3艇は431やや抜け出しながら4番、3番、1番後方は離れて2、5、62周2マークへ向かいます4号艇ウルタがトップで2周2マークです2番手は3号艇の平高3番手が1号艇の小坂で上位3艇は4、3、14番、3番、1番のままでレースはこれより最終周回へと入ります 角からまくってという四号艇、ウルター翔平。トップで最終一マークへ向かいます。二番手は三号艇、平高七、三番手一号艇、小坂直也の四三一で、最後の向こう上面へと出ております。三連単四三一ですと、六百五十点二倍を示しています。ビックな配当3連単大 フートレース下関第11レース最後3つ目の準優勝戦開始を迎えますさあ本番も5号艇柴田光コース取り動きを見せて2号艇森永隆一瞬主張の素振りは見せましたがやはり本番も入れてという形1 5 2346という並びになりそうですさあ人気1号艇茅原勇気1コース ここもスタートさえ互角であればというところにはなりそうですがそのスタートを F2 の中で茅原そしてくしくもここは隣に構える5号艇柴田光も F2 というところで F2 の2人が内水域ですそして2号艇森永隆本番は三カ所さあ三カ所2号艇森永 え普通の2人を一気に飲み込もうというそんな思惑になりそうです4コース3号艇中村雄介5コース4号艇岡本武志大外6コース6号艇平山地下茅原柴田どんなスリットとなってくるかというところですが最後の準優勝戦第11レース追い風コンディションでスリット付近進入インコースから1番5番2番3番4番6番です スタートしてきました。内2人スリット、豪邸。さあ、2号艇、森永、絶好のまくり展開となっていきます。5号艇、ただ、柴田が抵抗、まくり出した3号艇、中村、2号艇、森永は流れた後は4、1、6。さあ、ここは抵抗しての先、まくり、5号艇、柴田に対して3号艇、中村とのが接近という首位争いで、あとは6、1、4、追いかけて最高峰、2番、スタートは前提、正常でした。 1号艇、茅原が前を取るか6号艇の平山の差しが入るかというところですがうちは4号艇、岡本も控えて三つともえずかに中6号艇、平山3番手、優勢ただうちに4番外に1番控えて最高峰2番です3号艇、中村トップ2番手5号艇、柴田3番手争い西周1マーク4号艇、岡本が先に回るうちから6号艇の平山で中は1号艇、茅原さあまだまだ三つともえの3番手争いも6号艇、平山はわずかに精神優勢3号63番、5番、6番、1番、4番ほとんど差がなく 3号艇中村トップ2番手5号艇柴田3番手1号艇の茅原が相当まさに分回して前に出てきた3番手は1号艇茅原浮上、そして直線を抑え込んでいきます1号艇茅原3号11艇審査に4番手6号艇平山最終1マークです。 3号艇中村トップ2番手5号艇柴田3番手1号艇茅原が先に回る6号艇平山が指してというところですがさあ3番手6号艇平山もしぶとく接近また図ろうとしておりますが1号艇茅原ここも抑え込んで3号1最終ターンマーク6号艇平山引かぬ構えですがここで外に持ち出した3番手は1号艇茅原優勢のまま最終ターンマーク3番5番1番の順で。 最終ターンマーク旋回3 − 5 1第11レースの準優勝戦1着3番ゴール2着5番、ゴール3着1番輪、ゴールあとは6番、4番、2番の順でゴールイン。